旅立つ途中の猫に後からいつか太陽に昇って星を盗みたいんだ。そしたらあの子も笑ってくれるはず。光とか雨とか光とか風とか光とか雨とか、どうしようもない明日の天気は晴れだと聞いたよ。友達がいたから違いはないんだ。いつか俺の心にと針を仕込んでくれないか。おとぎ話に出てくるちっちゃくて赤いやつ。光とか雨とか光とか風とか光とか雨とか、どうしようもない。いつかお前の CD が置いてあって、アスカさんが声援にしようって言ったんですけど、アスカさんっていう方と一緒にやりました。で、声援にしようっつって、絶対売れないから僕はもっと値下げしたいんで、後でいい値で買ってください。いやだってそんな高いもの買わないでしょ。わかんないですけど、皆さんの経済状況はわかんないですけど、僕はガチ貧乏なんですごく安くしたい。作ったわけですから売れなきゃ意味ないんだよってわけなんです。よいしょ。また夜が来て、こ
こちら側にいた。岬のファミレスも少し寂しそうだね。
は好きなんだろうな。だけどダメだな、君のこと考えると胸がドキドキおかしくなっちまう。本当に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 君のこと好きだよ。君が貸してくれた CD のラブソング、あんな風に俺も話してみたいよ。だけどダメだな、カッコつけるとおかしくなっちゃうし違くなっちまう。本当に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 君のこと好きだよ、好きだよ、好きだよ。本当に本当に
そうっすかね。あ、そうですね。はい、ありがとうございました。杉村隆一です。でした。杉村隆一でした。次は萩原さんです。1文字、あ、2文字違いの萩原さんはいない。あっちに準備中。はい、じゃあはい、ペンギンの歌、つがいのペンギンって曲やります。傷つけ合うためだけに生まれてきた私たち、もっと深く深く傷つけ合ってしまおう。あそこで眠るペンギンのつがいのようにはなれずとも、身を寄せ合うくらいできるのかもしれないね。それだけで、それだけで、優しさと今言えたなら、今はな。街に立ってみたりする。似合わねえ化粧したり、似合わねえメガネかけたり、いつかあなたになれるかな、いつか私になれるかな、いつかあなたを抱いた男を抱けるだろうか。それだけで、それだけで、優しさと今言えたなら、今はな。夜が明けるな、来すぎたなら、海ができちまう。だからな、来なよペンギン、また夜ありがとうございました。杉村隆一でした。